皆さん、こんにちは、大地です。えー、今日ね、コーチとの飲み会に行って、で、そこで出てきた話題の一つにね、頼んでもないのにコーチングしてくるやつ、うざいよねっていうのがあって、<laughs> 気持ちわかるね。私もまあ、最近はそういうことされることまずないんだけど、まあ、昔はね、まあ、たまにあって、 なんか要はまあ飲み会でもいいしどんな場でもいいんだけどそこでねこっちが別にお願いしたわけでもないのにまあコーチングクエスチョンをこう投げかけてくるでこっちが明らかに嫌そうに回答してるにもかかわらず <laughs> それをやめてくんないからもうちょっとそういうのいいんだけどってこう言わざるを得なくなるでやる方の気持ちもわかるよねまあなんか学んだものは使いたくなるしさでね良かれと思ってね相手にいいことが起こるんじゃないかと思ってまあそうするんだろうけどコーチングっていうのは 結局、相手はクライアントだからね。そのクライアントっていうのは依頼者でしょ依頼されてきてなんぼなんですよね。でだから無理やりお仕掛けてやるもんでもないし。まあ私ももう、個人的な関係があって、これ良くない相手にとってこのままじゃ良くないと思ったらお仕掛けをすることはないでもないけど、まあそんなのね、本当に少ないよね。その、年一あるかないかとか、そういう感じだと思うんですけど、で、まあそういう意味ではね、 頼まれてやるで僕ねやっぱいいコーチだなと思う人でそういうことをする人いないもんねでそういう人たちはどうするかって言ったらいや実はねいろいろ聞いてくる人っているんだけどまず一応ね本当にね本心から関心持ってたり興味があってただ純粋に知りたいと思って聞いてくる人たちもいるのよ。でそういう人たちっていうのは嫌な感じが本当にない。 で、だから、一見コーチングクエスチョンみたいな感じで、唐突に始まるんだけど、まあでも、あ、本当に知りたいんだろうなと思うし、その関心に気をされて話しちゃうってね。だから、本当にまあ知りたいんだったらいいのかな。で、あとはね、やっぱり許可を得るよね。その、ちょっと質問していいとか、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、とか、余計なお世話かもしれないけど、<laughs> ちょっと、あの、考えてみてもらいたいことがあってとかね、なんか言ってくるよね。で、 でそこでこっちがイエスって言ってりゃねまあ,あのいいんじゃないかっていうことだよねもう一個はねあのよかったら相談してとかねあのいつでも力になりたいと思ってるからっていうことをあの言ってくる人たちもいるかなで僕もねあの自分の先生にも言われたことあるんだけどあんまり僕自身こう人に相談しないタイプの人間だったからでだからねあの頭の整理ぐらいは手伝うんであの よかったら相談してくださいってあの先生に言われちゃったことがあるよね頭の整理ぐらいは手伝うんだってああの言われてすごく反省したけどでやっぱりねなんか力になるよとかねあのよかったら言ってねってこう言ってくれたりとかちょっといいって言って聞いてくれたりとかまあ,あ,あの関心から聞いてきたりとかねやっぱりこっちそのクライアント側にね嫌な気持ちを起こさせないとかさ、ね、ああのやっぱり進んで相談したいとかっていう気持ちにさせるで 部分っていうのが、コーチにはね、とても必要なんじゃないかな、ということでね。まあ、あのー、ぜひぜひ、<laughs> せっかく全員でやってるんで、うざいなんて言われることのないようにね、なんか持ってる力を使えたらいいんじゃないかな、というお話でした。えー、まあ、あるあるなんで、<laughs> やっちゃったことがある人は、まあ、多分私もね、昔やってると思うしね、えー、それに気がついて次に行きましょう、ということで、それじゃあまた、バイバイ。